阪神3、ゼロヤクルト、16日、甲子園球場。2位の阪神が4連勝で貯金を今季最多の11とし、勝負の7連戦を5勝1敗、雨天中止1試合で乗り切った。首位の巨人も中日を7対1で下し、7連戦を5勝2敗とした。残り試合数は巨人が12、阪神が10で2ゲーム差。 この2球団に絞られた感のあるセ・リーグの優勝争い。有利なのはどっちだ日程面にゆとりを感じるのは阪神だ。18日の中日戦から1日挟んで4連戦。さらに3日間の空白期間を挟んで4連戦。そして2日間の空きを挟んで10月3日の d n a 戦が最終戦となる。最大連戦が4試合と短く。 4連戦と4連戦の間に3日間の空白期間があることも、ここまでの疲労度を考えればプラスに働くはずだ。一方の巨人は、18日から6連戦、1日空いて5連戦、そして2日空いた10月2日の d n a 戦がレギュラーシーズン最終戦となる。すでに都合、菅野が中4日を解禁してラストスパート体制に入っており、阪神より過密な日程がどう出るか。 阪神 OB の中田義博は巨人の日程について、6連戦ぐらいなら、これまでの日程と変わりないから、きつさは感じないというか、精神的にプレッシャーになるほどではないと思う。ただ、巨人は阪神に比べると少し早めにスパートをかけているから、そこがこの最終盤でどう出るか。中4日の解禁が少し早いなと個人的には思ったから、もしかすると最後の最後で戸郷。 がが崩れる可能性がなないいとは言えない息切れが若干心配ではあると指摘した一方の阪神については阪神は中継ぎ陣の踏ん張りに支えられているチームだからこのゆとりある日程はプラス以外の何者でもない特に桐式と石井は登板数も多いだけにね3日間の休息というのは大きい一定のリズムで戦えないことよりも休めるってことが一番プラスに作用す